はい、ということで109回薬剤師国家試験の2日目の目標合格ラインをお話ししていきたいかなと思います。こちらの動画ですね、残り3日の時間帯に動画として動画お話ししてるんですけど、まあ多分アップしてる頃はもっと本番に近い日にちかなと思います。はい、早速ですね、2日目の目標合格ラインを話していこうかなと思うんですけど、実践問題ですね。2日目は全て実践問題なのですが、もう言っちゃいますよ、110点です。110点がラインになってきます。こちら 73.3% になります。はい、こちらの点数ですね、まあ聞いてみて結構高いなって思う人いるかなと思います。まあこちらなんですけど、まあ基本的に目安と思ってください。国家試験の難易度が今の時点で簡単だったのか難しかったのかっていうのはわからないので、こちらのラインっていうのは少し余裕を持ったラインなので、こちらの点数が例えば110点に届かなくて102点だったとか98点だったっていう人は、ひとまずこのラインは超えてないけれど、総得点について、まあ、何点取れてれば、この難易度であれば合格できるっていうことは変わってくるので、まあ、ひとまずですね、ラインについては110点とさせていただきます。もし110点を超えてるんであれば、合格する確率は高いです。はい。そして、別の動画で1日目の目標合格ラインを話してるんですけど、こちら総得点ですね、も話していきます。1日目と2日目のラインを合わせたら総得点は240点、 69.6% ですね。こちらの点数をラインとさせていただきます。まあ、この点数のラインにした理由としては、まあ、特に108回ですね、薬剤師国家試験が、まあ、簡単であって、点数が240点が合格ラインでした。なのでこちらの点数ですね、108回であったので、まあ、この点数を目安にしなければ、まあ、厳しいだろうなと。もし同じように簡単な国家試験となった場合、240点未満に設定した時に、まあ、点数ですね、まあ、そもそも足りないっていうことになるので、ある程度余裕を持って、もともと現実的に目標点数、合格ラインですね、があった点数をそのラインにすることによって、あの試験よりも、と同等であるならば240点で済む。そして、難しくなったならば240点未満の点数が合格ラインになってくるので、まあ、こちらの点数に設定することによって、基本的にはこの点数を取れば合格できるという、そういったラインですね、に設定させていただいております。なので、240点届かなかったっていう人もいると思うんですけど、ま、難易度によってこのラインは上下していくので、ま、基本的には、もし難しかったという感覚であるならば、ま、それは個人じゃなくて全体的にね、240点未満である確率は高いので、超えてなくても合格できる可能性はあります。今の時点でね。で実際に、試験を見て、そして、まあ、私自身も解きますが、難易度、そして、平均ライン等ですね、は、終わった後に動画としてアップさせていただきます。まず皆様に、伝えたかったのはこちらの目標ラインですね、をお伝えさせていただきます。こちら目安にして当日頑張っていってください。それでは。薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は、無償で運営しているため、続けていくためには皆様のご協力が必要です。YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。